私行く。いってらっしゃい。居眠りすれないよ。ふむ。別に怪しい関係じゃないよ。仲良すぎるけど。お本。危ない。ノアの姿、他の人には見えないんだ。ああ、なるほどね。見えないんだ。あまねがいない状況だと、一人でブツブツ言ってる危ない人になってしまう。できるだけ声のボリュームを抑えて、改めて問う。スマホとかで会話した方がいいんじゃない？どうかしたのか？何か不思議な気配を感じる。くるみちゃんかな？魔王絡みか？俺のせいか？いや、魔王の力とは別の不思議な気配が。ふむ？ちょっと周囲の様子を見てくるよ。お願いします。されて、俺も一緒に行った方がいいのか？いや、遠くに行くつもりはない。僕一人の方が移動の手間も少なくて済む。あんまり無理せんでよ。それなら助かる。授業もあるしな。確認だけど、体はどうだい？何か体調に変化は？いや、特には。君たちから離れるつもりはない。何か異変を感じたら、すぐに駆けつけるようにする。三国ちゃん。お兄さん。はい。教室に入ろうとしたら、俺を遮るように女の子が現れた。三国さん？どうかした？あまねなら普通に登校して、もう教室に行ったけど。体調を心配してくれてるのかな？いえ、違います。今日は、あまねちゃんのことではなくて。ん？何？ 告白なわけないと思うんだこけど。れ、読んでください。ください。そうして差し出されたのは、可愛らしい封筒だった。いや、絶対違うでしょ。そんななんか、軽い女じゃないよね。みくにちゃん。会ってすぐの、妹の友達のお兄ちゃんに、そんな、簡単にしないよね。え？顔を真っ赤にしたみくにさんが、震える手で封筒を差し出し続ける。何本当にこれ。あれじゃない？妹をください、みたいな。読むって今この場で？いえ、後で。うん。あと、一人で読んでもらえると、ありがたいです。木下さんが俺を見てニヤニヤ笑っていた。あら。見てたよ、谷風くん。女の子に呼び止められてたね。あの子、昨日も来てたよね。谷風くんの彼女？妹のクラスメイト。妹さん、なんかあったの？まあ、そのね、昨日は体調不良を知らずに来てくれたんだと。そうなんだ。妹さんの様子は？優しい。白石が一番優しい。それより、小ひばりさんは？くるみ、まだ来てないよ。大丈夫かな？なんか若干ね、帰る前に体調が悪い的な話してたから。いつも俺より先に教室に来てるのに、風邪かな？どうだろう。くるみって風邪とか引かないタイプだったはず。そうなの？ そういや、病欠とかしたことないって言ってたね。心配なのは嘘ではないけど、連絡先は知らないのメッセージは送れない。木下さんと白石さんに任せよう。親密度が足りんな。今はメッセージを送るよりも、送られた手紙の方が気になる。そうね。一体何が書かれているんだろう。じゃ、告白はないと思うんだけど。手紙に何か書かれているのか確認する必要がある。でないと授業に全く集中できない。本当なら一人だけで落ち着く空間で確認したかったのだが、これ以上我慢できなかった。周囲の様子。ここで、トイレで見ろよ。机の下で封筒を開き、中の手紙を取り出す。誰もいなくなった放課後、1A の教室で待ってます。もしこれが告白だったなら、だいぶ美化されてる。もうちょっと暗い感じじゃなかったっけ？放課後、夕暮れの中、二人きりの教室好きで。です。おお兄さん、う。私とお付き合いしてください。お付き合いさせていただきます。お付き合ったら配信やめるわ。 こんなことやってるの彼女見られたらもう生きていけんやろ、僕。 もしそんな風に言ってもらえたら、とても嬉しい。三国さんとは昨日、天野の件で少し会話しただけだ。まだ全然知らない間柄だけど、好かれて嫌な気はしない。まあ、いいことやったしな。だったら、これから知り合っていけばいいだけだ。本当か？それ、性欲じゃないのか？貴様のそれは。だって、好きでもなかったけど、告白されたら、俺はこれから三国のことを知っていく。性欲じゃないんか？それは。もう妄想してるの？早っ。でさ、ユズソフトの話なんだけど、ユズソフトってその、現実にある場所を、
その、聖地巡礼的な、聖地としてね、実際にその背景で使うことが多いから、ここも多分どっかにあるんだと思う。いいな、行きたい。ふぅ、時間できたら聖地巡礼したいんだよな、いろいろ作品のやつ。放課後一緒に下校したり、帰る途中に下場でコーヒー飲んだり。え？ほう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 。なるほどね。休日にはもちろんデートに行って、いい雰囲気になったところでキスをして。もうベッドに、そして、勃起できない俺。リアル、かわいそう。そこまでリアルに考えちゃうんだ。悲しいな。優しく慰めてくれる三國さんの姿が目に浮かぶ。なんかあれだな。甘えんボーイだな、主人公。年下に甘えるってこと？ママってやりそう。どっちにしろトラウマじゃねえか。俺には彼女がいるわけじゃない。だったら試しに付き合ってみる。なんて選択肢も頭に浮かんだ。だから今の俺の状況は、ゆっくり互いを知っていくには、適していない。おう。それに何より、俺のそばには常に天使が、そうね、天使さんがいろいろ知っちゃうもん。もうすっ飛ばして知っちゃうからな。まだ教育に早いわ。ちゃんと子育てしなさい。デートをしてもきっと天使はそばにいる。いい雰囲気になって。キスしたりするときにだって。やっぱ断ろう。本気で泣きそう。なんでこんな目に。そうね。ちょっとかわいそうだよ。どうした？話聞こうか。お、なんだお前。元気そうやな。小ひばりさん。あれ？どうしたの？今にも泣きそうな顔して、そんなにガチなこと？今朝起きたら8時半過ぎちゃってて、うん、この時点でもう絶対に間に合わないんだから笑っちゃうよね。あ、寝坊したんだ。昨日のなんか体調不良続いてるんですか？一周回ってどうせ遅刻ならってまた寝ちゃって、そうしたらこんな時間になっちゃったよ。病気とかじゃないならよかった。うん、それは平気。病気ではないよ。あ、そうなの？病気ではないんだよね。なんか男の子になっちゃうみたいな、そういう前世帰りとかないかな。え、ワンチャンありそう。え、何その意味ありげな笑いは。なんでもない。うん。どうしたん？話聞こうか？なんか LINE とか教えて。気持ちだけもらっとく。心配してくれてありがとね。ああ、それじゃあ、行ってきます。三國ちゃん！行ってらっしゃい。待たせたね。この時間なら間違いはないだろう。ポケットに手紙を忍ばせたまま、俺は階段を降りる。下る。うん。段降りるたび、心臓が大きく跳ねた。このまま破裂してしまうんじゃないかと思うくらいだ。それでも、足は止めず、一年の階へ。ワクワクのドキドキだよね。たどり着いた 1A の教室の扉を開ける。いるかな？騙されたりしないよね。そんなひどいことはないよね。教室の中にいたのは一人。差し込む夕日に照らされた、三國さんだけだ。お兄さん。来てくれたんですね。放課後の女の子かわいいな。いつもの雰囲気と違う。ごめん、少し遅かったかな。いえ、大丈夫です。はい。全然。むしろ来てもらえただけで、私はとっても嬉しいです。かわいい！もう、決しよう。いいやん、別に。三國さんなら、受け入れてくれるって。そういったご事情も。それ、にっこりと微笑んで、マザーテレサのような微笑みで、それなら仕方ないね。私と一緒に頑張ろうって絶対言ってくれるって。ごめん、三國さん。もう。嬉しいけど、その気持ちには応えられない。三國さんと付き合うことはできないんだ。あくまで俺の個人的な事情で、今は誰かと付き合ったりするのは難しいんだ。そう。なんですか。三國さん、あれなのかな、結構男性を見た目で結構決めるタイプなのかな。イケメンやったら友達のお兄ちゃんとかでも結構告白とかするんや。なかなかやるやん。詳しいことは言えないけど、俺にも色々事情があって。気持ちは本当に嬉しいけどごめん、今は無理だ。そうなんですか。なんかもやっとするな。そんな風に言われたら諦めるしかないと思います。いい子すぎるやん。あんまり言っても、うん、お兄さんを困らせてしまうだけでしょうから。めっちゃいい子やん。は、悔しい。
一つだけお願いがあります。そういうなんかってな関係はダメよ。おじちゃんまだ許してないわ、そういうの。せめてそれだけでも聞いてもらえませんか。なんすか。はい、せめてもの思い出にお兄さんとの子供が欲しいですこれ乗っ取られとるやろこれ全世界の影響ね。はぁ、期待して損したわ。あ、ミクリさんの顔が染まり、その細い指が俺の胸をなぞる。私では魅力が足りませんか。いや魅力的ですけども、そういうわけではないけど。分かった、ここまで来たら言葉を濁さずはっきり言う。俺は今立たないんだあれが立ったらやる気だったってこと。おい、どういうことだお前。これで元気出ないのは病気ですね。悲しい。立たないって、なんかこの三国さんになら罵倒されそう。勃起ができないんだ。え、信じられないかもしれないけど本当のことなんだ。俺は今そういう状況なんだ。そうだったんですかでもとりあえず試してみませんか。副総裁人、私精一杯頑張りますよ。かわいい頑張らなくていいから。福さん、はっきり言うぞ、おかしいぞ。どう考えてって普通じゃない。いきなり肉体関係を迫るようなことだとは思えないし、何より必死すぎるだろう。勘違いしないでくださいお兄さん、私はカイラ君が目的でセックスしたいわけじゃありません。違うの？そんなに軽い女じゃありません。逆にびっくりなんだけど。私はただお兄さんとの子供が欲しいだけです。重すぎるそうねというか、なんでそんなに子供にこだわるんだ。そんなの、自分でもよくわかりません。はいはいはい、さっきも言ったじゃないですか。うん、こんなことお兄さんだけやっぱりそういうことだよね。その、お兄さんを見てるとものすっごく胸がドキドキして、そのぬくもりを私の体で感じたくなるんです。もう我慢できないんですだから、心臓が飛び跳ねた三国さんの指を押し返そうとするみたいに大きく激しくね、天使ちゃん来てお兄さんもドキドキしてくれ。さあ、ドキドキするよ、思春期男子よ。もう普通に襲わない方がおかしい。いや、違う、間違えた、やばい、僕の心が出ちゃう。いや、そういう当たり前やん、日本男児なんだから。そういうエッチなことはしません、簡単には。当たり前やん、そういうことですね。そういうことや。澄んだ瞳と熱を帯びた視点で三国さんが俺をまっすぐ見つめてくる。正直可愛いと思う。なんか横顔見るとさ、結構その垢抜けた感じだよね。その可愛らしさが余計に怖い。絶対に変だろこれは。三国さん、とにかく離れて、まず落ち着い、あ、いつものなんか前世外表のやつか。昨日と同じ不快な音が昨日よりも大音量で俺の脳を揺らす。お兄さん、見つけた。え、天使が来てくれたの。天使とは別なの、この見つけたって声は。耳から聞こえる三国さんの声に頭の中で聞き覚えのない声が繋がった。リンクした、この声昨日の。え、声ですか。三国さんが国鼻をかすげるのと同時だった。ジュワンと地鳴りのような重低音が響き、教室の中が空気がビリビリと震え出した。